おーし、にー、おー、ほんとよくなった。さー、しー、おー、速くなった、速くなった。にー、さー、よし、うまくもうちょい体使え。しー、どこで回転をかけるか。はっと。にー、ジャッと。さー、しー、あ、弱えよ。さあ、立つよし、すげえよ。シー、まずまずしっかり当てろ。ニー、サン、シー、ボー、ロー、ニー、サン、てシー、ロー、ニー、サン、シー、ゴーって言うとちょっと斜めになってるからちょっと起こして、ロー、ニー、サン、シー、ゴー、足しっかり当てろ。ロー、ニー、サン、シー、オー、ロー、ニー、サン、シー、オー、ロー、もうしっかりやってな。ちょっと高いんじゃねえか。中段の前に。つかるんだよ。つかってなると。崩されたり、中途半端になると相手反撃すぐしてくる。急所に当たったら言って、ちょっと低いよ、ハルト言ってやれよ、低すぎた。大丈夫、ちょっと低いんじゃない、大丈夫、まあ、ギリギリ、引くんじゃねえか今。さあ。て。2、3、3、背の後ろ、2、2、
3、止まれ、止まれ、頑張って止まれ。3、2、3、ハルト腰で止まって。4、2、3、背伸びしてねえよ。5、2、3、6、2、3、2、3、4、5、6までいく。6、2、3、3、しっかり背伸びして、しっかり止まって、4、5、おーし、6、2、3、しっかり背伸びして、しっかり止まって、4、5、おーし、6、全然当たってない。ちょっとじゃあ傾けてあげて、リュウト。来たらちょっと寄っかかるような感じでグッと傾けてあげて。逆足も蹴ってる、逆足も。お、まあまあ刺さってる。入ってねえよって、ね、掴んでいいよ、だから手添えて、うん、掴んでていいよ、掴んでて全然入ってないじゃん。この状況で蹴れなきゃ手添えなかった、もう普通の組み手だったらまた膝蹴りが蹴れない。これ今の感じなんだよ、今の感覚で蹴るんだよ、その感じなんだよ、実は。だ腰なんか無理やり入れようとしちゃいけないんだよ、感覚的にはね。パンチだったら体ひねんないで我慢してねって言うじゃん。蹴り、膝蹴りも、ね、最終形段階が思いっきり腰は入ってるけど、実は我慢する感じで蹴る。そうしないと切れないんだよ、力入んないよ。おおおおい、おい、おい、そう、おい、いいじゃん、おい、いいじゃん、カーンって、ああ、いいよ、そうそうそう、足交差したっていいんだよ、もうパン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 って交差してってもいいよ。今そんなに高く蹴んなくていいよ、ちょっと低めに蹴ってみ、まあ、急所だけ気をつけて、わざと低いとこ蹴ってみ、ターン、そうそうそう、もう感覚、そうそうそう、その感じターン、そう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 、これでカーンってちょっとずつ威力スピード上げる感じ、カーンって、そうそういう感じ、そう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 、それもっとスピード上げてみ、ターン、そう、もっと締めろ、そういう感じだよ。ああ、ダメだ、上げすぎ、ダメです。
おい。おし。おし。おし。おいね。おい。おい。いやー、全然力入ってねえ。体斜めにしてみた。前傾にしてみ。そう。前傾にして、手伸ばしてみ。もっと離れたとこから。そこで蹴んだよ。そこでくっつきすぎんな。くっつかなくていいから、膝だけコーンと上げる感じ。あー、それで腰、いい、そこまで入れなくていいって、まだ前傾にしてみて、それでコーンと上げるだけだよ。だからサウスポーになっていいよ。そんな足交差なんかレベル高すぎるよ。おい、おい、いいね、いいよ、いいよね。もしっかり背伸びしてちゃんと、背伸びしっかりして、背伸びしてちゃんと、ちゃんと背伸びしろ、ちゃんと背伸び、背伸びしてちゃんと当てろ。その感覚でガッと最後背伸び、そう、今の感じでもっと勢いが出ればいい。そう、そういう感覚、そういう感覚でコーンって蹴ってみる。あー、ダメだな。あ、膝折りたためよ、もうちょい、ちゃんと。あー、いいよ、威力加えよ。で、折りたためよ、ちゃんと。あー、おー、ナイス。今ぐらい折りたたんで。あー、おー、ナイス。よっしゃー、おいし、おいし、おいし、ねえ、おお、ほんと良くなった。さあ、せい、おお、速くなった、速くなった。ねえ、さあ、よし、うまくもうちょい体使え。せい、どこで回転をかけるか。おいし、ねえ、おお、ほんと良くなった。さあ、せい、おお、速くなった、速くなった。ねい、さあ、よし、うまくもうちょい体使え。せい、どこで回転をかけるか。